丸亀ブルーナイター G3 第13回ことさんバスカップ、見どころ満載の今シリーズ、その最後を飾る頂上決戦、まもなく発車、乗り遅れの内容ご注意ください。水面上第12レース優勝戦、1号艇浜野斗真、2号艇伊藤誠二、3号艇坂井俊博、4号艇上野慎之介、5号艇赤岩義雄、6号艇赤坂俊介、以上6名の対戦です。インコースは守りました。1号艇地元の浜野斗真です。1月のデビュー初 V から1ヶ月余り、強力な先輩レーサー並んでいますが、地元初優勝、そしてトップルーキーとしての結果を残します1号艇浜野。そして本番レースも2コースには5号艇赤岩義雄、自らの走りを貫くのみです。5号艇赤岩2コース、3コースには2号艇伊藤誠二、回り足中心に軽快な走り今節披露しています。ここまでがスローで、4コース角となったのは4号艇上野慎之介、前走の尼崎に続いての連続 V へのチャレンジ、そして5コースに得意の丸亀で久しぶりの V になるか、6号艇赤坂俊介、そして最アウト6コース、ここもファイナルチルと3度で勝負、3号艇坂井俊博。第12レース優勝戦、内から1番5番2番ダッシュ4番6番3番です。スタートしました。インコースがトップスタートか、1号艇浜野、そしてカードから出ていくのは4号艇上の1マークです。インから1号艇浜野が旋回、内側ついてくる5号艇6号艇向こう上面に入りますが、先頭押し切った4艇進リード、1号艇浜野が独走体制か、2番手追走は5号艇赤岩、3番手は6号艇4号艇並走となっています。なお12レース優勝戦、スタートは正常です。1周にマーク、トップタウンは1号艇浜野、2番手からは5号艇赤岩、3番手は6号艇赤坂が優勢となっています。確定ホームに帰っています。上位3艇は1番5番6番の体制、後方4号艇2号艇3号艇でレースは2周目に入っています。2周1マーク、先頭は1号艇浜野、2番手からは5号艇赤岩、3番手内側から4号艇上野が接近しますが、かわしていく6号艇赤坂が3番手キープとしています。上位体系は1番5番6番の体制、後方4号艇2号艇3号艇と続いてレースは2周2マークへ移ります。トップ旋回は1号艇浜野、2番手ターンは5号艇赤岩、そして3番手は6号艇赤坂、確定ホームに帰っています。上位体系は1番5番6番の体制、最終周回に入ります。インコースからコンマ07のトップタイミング、角から4号艇上野が1周1マーク攻めてきましたけれども、その攻めを受け止めての堂々の逃走劇となっています。先頭は1号艇浜野、2番手は5号艇赤坂、5号艇赤井は3番手に6号艇赤坂となっています。1番5番6番の体制でレースは最終コーナーへと移ります。今年2回目、地元丸亀では嬉しい初 V、 通算では2回目の優勝は目前。先頭1号艇浜野、2番手は5号艇赤井は3番手は6号艇赤坂で間もなくゴール、先頭1番浜野優勝のゴールイン、2着5番赤井はゴールイン、3着6番赤坂ゴールイン、4番上野、2番伊藤ゴールイン、ラストで3番坂井ゴールインです。今節見事優勝を果たしました地元の浜野斗真選手です。優勝おめでとうございます。今の率直なお気持ちどうでしょう。ほっとしてます。スタートどうでした。あ、もうスタートはもう入ってるやろうと思って行きました。はい、道中はどんなお気持ちで。いや、もう最高でした。自身初 V を1月に飾ってから地元水面で2度目の優勝となりました。お気持ちいかがでしょう。いや、もう最高です。もう尊敬する先輩方の下で優勝できて嬉しいです。では最後にファンの皆様意気込みも含め、はい、一言お願いします。はい、これからも優勝できるように頑張るので応援お願いします。ありがとうございました。見事優勝を果たしました、はい、浜野斗真選手でした。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。優勝した浜野斗真選手のインタビューをご覧いただきました。改めて優勝戦の結果を競争成績の画面でご覧いただいています。注目の進入は1号2ダッシュ463の並びとなりました。